さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました参議院自民党幹事長の世耕弘成でございます。本日はこんな暑い中、こうやって街頭にお集まりをいただきありがとうございました。今日は、この新潟県選挙区でいよいよ日曜日投票の選挙に向けて戦いを進めている小林和弘さんの、お願いにやってまいりましたが、この新潟へ向かう途中の新幹線の中に、大変驚くべき第一報が入りました。安倍元総理がですね、奈良県内遊説中、何者かによってですね、銃撃を受けたと、意識不明のまま救急車で運ばれたという第一報でありました。大変驚いてますし、こういうテロに、我々は絶対許すことはできない、テロを許すことはできないという強い思いを持っております。このまま私ももう新潟で演説をしないで東京へ取って帰そうかと思いましたが、テロに屈するわけにはいかない、やっぱりこういう時だからこそ皆さんにしっかりメッセージを伝えたいという思いで、この場に苦しい思いでやってまいりました。安倍さんはこの国際情勢難しい中、経済運営難しい中、まだまだ必要なリーダーであります。その人柄、そして経験、そして知識、人脈、どれをとっても日本の再生のために極めて重要な人物であります。皆さんもぜひ回復を祈ってあげてください。本当にそのことをお願いを申し上げます。そして私はですね、もう日本の政治でこんなテロなんて二度と起こってほしくない、もうこのギスギスした政治に終止符を打ちたいと思っています。なんだか分断されてお互いこう言い合って批判し合ってという政治ではなくて、ちゃんと相手をリスペクトしながら議論をして建設的に物事を前に進めていく、そういう政治にしていかなければいけない、今日の事態を受けて改めて強く思っております。小林和弘さん、私今日初対面なんです。ただ彼と一緒に県庁時代に今参議院議員で総務省出身で新潟県庁に財政課長として勤務をしていた参議院議員がいます。鳥取選出の参議院議員ですが、彼がですね、新潟県庁で仕事をしたとき、小林さんはもうすでに県議会議員であって、本当に稀に見るナイスガイだ、素晴らしい人柄だ、非常に明るくて、そして前向きで包容力もあって、本当に人格が素晴らしいということを言っておりました。条例も自ら11本も作ってですね、政策も一生懸命勉強する誠実な人物であります。こういう人をぜひ参議院議員に送っていただきたい、そして日本の政治を真っ当にしていこうではありませんか。そのことを私はもう本当に今胸がいっぱいですけども、心からお願いをさせていただいて、私からのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、大変一日穏やかで何やか本当に大変な激励をいただきました。ありがとうございます。なお世耕幹事長、次の予定でございます。もうこのままこの会場を後にしますが、どうも大変お忙しい中をありがとうございました。しっかりと頑張ってまいります。ありがとうございます。皆様拍手でお送りいただきまして誠にありがとうございます。それでは続けてまいります。続きまして、塚田一郎衆議院議員より激励の言葉をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆様、暑い中こうして小林和弘候補のためにお集まりいただきましたことに心から感謝を申し上げます。本当にどうもありがとうございます。18日間の選挙戦、残り今日、明日、2日ということで、今日、明日と小林候補は地元新潟市を中心にお願いの最後のお願いに回らせていただいております。
新潟駅から朝スタートいたしまして、午前中は高度マーケットシティに茂木敏充幹事長が来園に来ていただきまして激励をいただきました。そして私も次の会場に向かっておりました。その車中で安倍元総理が銃撃をされるという大変に残念な報告を受けたわけであります。まあ、ただただこうしたですね、選挙というのは民主主義の最大の皆様へお伝えするこの機会、そうした中でこうした蛮行が行われたことは私は断じて許されない。どんな理由があるにしろそのことをまず皆様にお訴えをしたいと思いますし、しかし世耕参議院幹事長は安倍内閣で副長官もお務めになられました。本当に安倍元総理の側近中の側近で大変動揺して新潟に到着をされたわけですが、今日皆様にこうして街頭で待っていただいているので、ここまで勤めてそれから東京に帰るということでご無理をお願いしてこちらまで来ていただきました。そのことを私からもご理解をいただければというふうに存じます。厳しい戦いは続いております。しかし戦いは勝利をしなければならない。4期15年、私が参議院議員になったその年に小林さんは県議会議員になられました。共に国政県政でこの間活動を続けてまいりました。政務調査会長として新潟県のすべての地域の政策予算要望などを取り仕切ってきたのが小林一弘さんであります。まさに即戦力として参議院で明日からでも活躍をできるのが小林一弘候補であります。こんな方を我々は落とすわけにいかないじゃないですか。皆さんそう思われませんか。小林一弘は本当に切り札なんです。新潟県を彼に託さなければ私は未来は切り開けない、その思いで今日まで共に戦ってまいりました。自ら4人のお子さんの子育て中であります。実は今朝新潟駅で2人で朝挨拶をしておりましたら、ちょうどそこにバスが通りかかりました。まあ、そのバスにですね、和弘さんのお嬢さんが乗ってらっしゃったんですね。学校に通う途中、お父さんを心配そうにですね、まあ、見られている姿を私も見て、何としてもお父さん勝たせなきゃな、まあ、こういう思いを新たにしたところでございます。その子育ての子どもたちにも未来を切り開く、それも小林一弘に課せられた使命でございます。本当にもうギリギリの戦いでありますが、今日明日何としてもふるさとの皆様の力で小林一弘を国政の壇上に押し上げていただきたい。私からはただもうそのお願いでございます。必ず我々の期待に応えて参議院議員として活躍をしていただける小林一弘、最後の最後の投票箱の蓋が閉まるまで皆様の挙げてのご支援を小林一弘候補、そして全国比例区の自民党公明党の候補者に賜りますことを心からお願いを申し上げ、私からの皆様へのお願いのご挨拶といたします。お願いいたします。力を貸してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ただ第一より思いの丈を振り絞っていただきました。ありがとうございました。続きまして、地元代表渡辺篤夫県議会議員より、ご挨拶賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました地元で大変皆様方に常日頃お世話になっております県会議員の渡辺篤夫でございます。今日は皆様におかれましては大変ご多忙のところ、そしてまた何かとご予定があったところ、そしかもですねこのような本当に炎天下の下でこうして大勢の皆様からお集まりいただきましたことをまずもって心から御礼を申し上げる次第でございます。今ほど先生方からお話がございました。大変な今事件が起きたんですね。私もさっきテレビスマホで拝見いたしましてですね、こんな事件があっていいのかということをさっさに思いました。しかもですね元総理安倍さんがですね大変な今状況でありますということであります。もうここまで来ると一日
日も早く回復してですね、お元気な姿をまた知っていただきたいなという気持ちでいっぱいでございます。皆様もどうか一つそのことをしっかりとお祈りしてもらいたいと思います。よろしくお願い申し上げたいと思います。まあ、いよいよ選挙戦もですね、あと今日明日と持つのみとなりました。いよいよ選挙詰まったところに参りました。しかし今ご承知のように大変な激戦を今戦っているところでございます。小林候補もですね、ご承知の通り元気にですね、こうして毎日連日連夜本当に頑張っておるわけでございます。これは取るも直さずですね、やっぱり我々のこの地元も含めて新潟県、そしてまたこれからここに住む皆さん方、これから将来を担う皆様方が本当に心配なく正々堂々と生活できるような素晴らしいこの新潟県のことに頑張っていただかなきゃいけない、こういう大事な方でございます。私は県会議員の同僚としてですね、いろいろとご指導いただいたり、お付き合いをいただいているんですけども、この人こそ、お二人ね、この人が最良の候補だということで、検出ながら私も経験をさせていただいた一人でございます。どうか一つ、いろいろ問題、懸念、課題がたくさんございますけれども、そのことを皆様方からしっかりと受け止めていただいて、小林さんからですね、国会に出ていただいて、この本県のため、また新潟の人のため、頑張っていただきたい。国のことはもちろんではありますけどね、私はそのことをですね、この小林さんに心から託したいというふうに思っている次第でございます。どうか一つ、あと余すところ、さっきも言いましたけど、2日間。しかし、投票日のですね、日の投票箱が閉まるまでが選挙運動とよく言われます。どうかその辺のところもですね、皆様方は十分ご承知だと思いますけども、いろんな方にまた宣伝をしていただいて、ぜひ小林和弘ということでですね、よろしくお願い申し上げたいと思います。本当に心からお願いをさせていただきます。大変、拙い、ご挨拶ございましたけれども、ご理解いただきながらよろしくお願いいたします。大変どうも今日はありがとうございました。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それから今日はですね、小林候補激励のために、駆けつけてくれました、市議会議員の仲間をまた紹介したいと思います。東選出公明党を代表いたしまして、佐藤誠議員です。はい、北区選出市議会議員の平松洋一議員です。はい、そして中央区選出伊藤健太郎市議会議員です。よろしくお願いします。はい、そして、司会をしております、地元東区の市議会議員新井博之です。よろしくお願いいたします。それでは皆様、お待たせいたしました、小林和弘より、皆様へのお訴えでございます。よろしくお願いいたします。東区の皆様こんにちは。本当に暑い中OD の皆様にお集まりいただきました。心から感謝申し上げます。熱中症本当に気をつけてください。具合悪くなったらすぐ涼しいところに入っていただきたいというふうに思います。今日悲しい事件が起こってしまいました。実は私も選挙戦の2日目に安倍晋三前首相からは上越の地と糸魚川の地に入って一緒に街頭演説をしていただき、そしてご支援応援をいただきました。わずかな時間ではありましたけれども、本当に温かいお言葉をいただいて元気をいただきました。本当にありがたい。一生懸命頑張ってこういう政治家の皆さんにご指導をこれからもいただきたいというふうに思いました。この許し、絶対に許してはいけない暴力、そして暴行、そして暴挙、私は断じて許してはならないと思います。民主党のご回復を心からお祈りを申し上げたいというふうに思います。そうした中ではありますけれども、選挙戦も残り1日半になりました。厳しい戦いではあります。厳しい戦いではありますけれども、たくさんの応援をいただいて、そして何よりもふるさとこの新潟で代議士をはじめ多くの国会議員、県会議員、市会議員、そして何よりも
この地域の課題をすぐにでも政治と一緒になって解決したいと思っている多くの皆様と共に、議席を奪還して自民党、公明党との連立与党の議席を奪還して、この新潟のふるさとの未来を切り開きたいというふうに思っています。厳しい戦いではありますけれども、勝てない戦いではない。まだまだお相手に手は届いてませんけれども、最後の最後、一票でも上積みができない戦いではないというふうに思います。この地域の課題、県知事と同じ方向を向いて、市長と同じ方向を向いて課題解決をしていく、そういう政治を参議院でやっていかなければなりません。先ほど世耕先生からもありました、対立を生む政治ではなくて、しっかりと議論をして、お互いが議論を尽くして課題を解決をして、何よりも国民県民の皆様に役に立つ、皆様の生活や暮らしを守り、皆様の生命と財産を守って、この日本で生まれてよかった、日本って素晴らしいよね、このふるさと新潟すごいよね、そういう政治をやっていかなければならないというふうに思います。必ず議席を奪還をして、参議院の場からそのような政治をさせていただきたいと思います。今日も大勢の皆様にお集まりいただいて本当にありがとうございます。あと1日半、私も力の限り戦い抜きたいというふうに思いますが、まだまだ足りません。皆様方のご支援の輪広げていただいて、何としても私小林和弘に参議院の議席与えていただいて、一緒にこの新潟のふるさとを作らせてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、小林和弘の皆様への訴えでございました。まだまだ足りないというところでございます。全力で走ってまいりました小林和弘、どうか皆様今一つお力を賜りまして、国政男女へと押し上げてくださいよう、どうぞ何卒お願い申し上げます。それでは皆様の心を一つに活動コールで締めたいと思います。今日は中央区選出の市議会議員伊藤健太郎議員から活動コールお願いしたいと思います。よろしくお願いします。皆さんお暑い中本当にお集まりいただきましてありがとうございます。小林和弘候補と同い年の伊藤健太郎でございます。民主主義は蛮行に必ず勝ちます。そのためにもこの我が国を、そしてこのふるさとを守るために小林和弘国政に送り出してください。それでは皆様の心を一つに、私が勝つぞと申し上げますので、皆さんは和弘と、ご声援をお願いいたします。それを3回勝つぞ和弘でお願いいたします。それではご唱をお願いいたします。勝つぞ勝つぞ勝つぞ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、伊藤君ありがとうございました。